静岡大学は、静岡県静岡市鶴区大屋836番地に、本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は盛大。静岡キャンパス、静岡大学は、旧制静岡高等学校、静岡第一師範学校、静岡第二師範学校、静岡青年師範学校。 浜松工業専門学校の5校を前身として、1949年に学生改革によって、新生の静岡大学として発足した。その後、1951年に、静岡県立静岡農科大学が農学部として、遺憾、1995年に教養部廃止に伴い、情報学部が設置された。1875年の静岡市販。 学校創設以来140年の歴史と伝統を有している。なお、静岡大学の英称は、静岡ユニバーシティである。浜松キャンパス、静岡キャンパス本来は、静岡大学医学部として、静岡市に建設される計画であり、静岡県議会でも可決された事項であった。しかし、当時の県知事、竹山雄太郎が、県議会決定を無視し、独断で、 浜松市への設置手続きを行い、浜松医科大学として発足することになった。この議会決定を無視した竹山の独断による手続きが発端で、静岡県中部、県東部の自民党県会議員が竹山と浜松医科大学設置を承認した国に反発し、集団離島する事態に発展した。大学同士は、工学技術を使った検査機器の研究開発などに取り組む、 光医工学で大学院を共同設置するといった協力関係にある。また、国立大学法人を浜松医科大学と統合した上で大学を再編する動きがあるが延期となり先行きは不透明である。学部日本平の西山6にある静岡キャンパス、右上に日本平デジタルタワー、静岡キャンパス国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成浜松キャンパス研究科付属機関電子、工学研究所前、高柳健次郎の共造特色ある研究ミッションの最定義において以下の分野の研究が世界的な標準にあるとされた。ミッションの最定義において以下の分野の研究が特色、強みであるとされた。第2期中期目標、計画によると、 以下の4つの重点研究分野において世界をリードする独創的な研究を推進している。静岡大学ではこれからの複雑で難解な社会を生き抜く生存戦略とでも呼ぶべき総合的な戦略の構築につながる研究分野を超領域と名付け超領域研究推進本部を設置し4つの重点 研究分野それぞれの優れた研究成果やポテンシャルを持ち寄り、多様な学術基盤の連携、融合による研究成果の拡大の向上、新研究領域の開拓、多様な分野と国際的に通用する研究人材の育成、外部資金獲得の取り組み等を推進している。自由な研究環境のもとに基礎的な研究を推進し、 世界をリードする特色のある研究を推進する一環として選定。21世紀 COE プログラム採択一件、特色ある教育創造科学技術大学院において、以下の分野でダブルディグリープログラムを実施している。タイ、インドネシア、ベトナム、インドを中心とした学生を秋入学にて受け入れる。現地入試も行っている。優秀な学生の募集、育成、 人材排出を通して、静岡の地域と産業の国際活動の活性化への貢献を目指している。なお、前進プログラムのニフィでは、受け入れは工学部のみであったが、アジアブリッジプログラムでは、全学部にて受け入れを行う。競争的資金静岡大学には、公認の部、サークルと非公認サークルが存在する。公認の部サークルは、文化系サークル連合か。 静岡大学体育会のいずれかに所属する。体育会は、東海地区国立大学体育大会で男子が2007から2011年に、総合の連覇、2011年は女子も総合優勝を達成している。文化系では、吹奏楽団と混成合唱団は、全国コンクール常連とも言える実績を誇る。学生有志の生大祭実行委員会が中心となって活動している。 日本平の丘陵地に位置し、遠く、富士山を望み、間近に静岡市街と駿河湾を望む、風光明媚なキャンパスである。福利厚生施設として、静岡大学生活協同組合が運営する、食堂や売店、ホールや研修室を備える、大学会館、体育施設などがある。静岡平野から見た、静岡キャンパス浜松の市街地に位置し、情報学部、 工学部、電子工学研究所、創造科学技術大学院、情報基盤センター、ものづくり館、イノベーション共同研究センターなどの施設がある。静岡大学には以下の4寮が存在し、片山、ゆうもえ、あの3寮は寮生によって自治活動が行われている。ありがとうございます。